のスクリーンドア3号線を含む遠心計画ミンスク地下鉄はベラルーシの首都ミンスクを走る地下鉄である1984年に開業し現在は3路線33駅を 40.8km で結ぶ2013年には1日あたりの利用者数は約90万人であった 1950年代から1970年代にかけて、市の人口は100万人以上に急増し、1960年代、後半に高速輸送機関の計画が持ち上がった。1977年6月に建設が始まり、1984年6月30日に、ソビエト連邦で9番目の地下鉄として開業した。当初は8駅であったが、 後に3路線33駅にまで拡張された。ソビエト連邦の崩壊にもかかわらず、ミンスク地下鉄の建設は1990年代を通して続いた。これは、ベラルーシの民主化の進度が遅く、ソビエト流の計画経済に固執していたからだとする、専門家もいる。結果的に地下鉄の建設は驚くほど、スムーズに進行した。 例えば、アウタザ・ボーツカや線の完成は2006年を予定していたが、2005年末に早まった。またマスコースカや線の北方への延伸も当初の2008年の予定から2007年11月に繰り上げられた。ミンスク市の地勢は平坦であり、障害となるような地下水脈もない。そのため、ミンスク地下鉄のすべての駅は地下にあるが、 ソビエト連邦の他都市の地下鉄に見られるような大震度の駅はない。現在の25の駅のうち16駅がピラースパン型、9駅がボールト型である。また他のソビエト連邦の地下鉄と同様に駅の内部はデザイン性が高い。1号線にはベラルーシ伝統のモチーフが使われたり、社会主義リアリズムの装飾を施した駅が多い。 二号線はポストモダン風の装飾をした駅が見られる。一号線のマスコスカや線南西部延伸は2012年11月に3駅、2014年6月に1駅、開業した。二号線のアウタザボーツカや線の整備は完了しており、今のところ延伸予定はない。2013年以降、整備の中心は、 市の南方から中心部を通り、既存の路線と二つの乗り換え駅を作って北東に抜ける3号線の建設である。工事は2011年から開始される予定だったが2013年に遅れ、2020年に一部開業した。四つ目の路線は2020年以降に着工される予定である。この路線は市の南東部と北西部の居住区を結ぶ。 2011年4月11日午後6時、マスコースカヤ線のカストリーチニツカヤ駅にて、プラットホームのベンチ下に仕掛けられていた爆発物が爆発。北クラッシュ時で混雑していたさなかの爆発により、最終的に15人が死亡、負傷者204人を出す、大惨事となった。犯人は13日に逮捕された。 この容疑者は2005年9月にビーツェプスクで発生した爆破事件、2008年7月にミンスクで発生した爆破事件も自身の犯行であると自供した。ありがとうございます。